願いしました。林さん、こちらに、こちらにお願いします。こちらに、ここで。ここにお願いします。すいません、よろしくお願いします。ちょっと下がってもらって。もう少し下がっていただいて。もう少し、もう少し。もう少し。はい、よろしいでしょうか。まず今日広島の事務所の方に家宅捜索が入ったことについて受け止めをお願いいたします。はい、まずは今日皆様寒い中をこうして、私ごとで、お集まりをいただき、このような遅い時間にもかかわらず、本当にご迷惑をおかけをしております。今日は本当にどうぞよろしくお願い申し上げます。家宅捜索が私の地元の事務所に入ったという報告を受けてございますけれども、詳しいことはまだ詳細については、私自身が直に聞いておりません。とにかく、これから、捜査を、着実に進めていただけるように全面的に協力をしていく、その、つもりでございます。今回その運動員に規定を上回る報酬を支払ったのではないかという疑いがかけられていますけれども、この件について釈明をお願いいたします。はい、そのことにつきましても捜査機関に対して全面的に協力をしながら、洗いざらいですね、調べていただき、そして、真実を明らかにしていただきたい、そのための協力を惜しまない方針であります。地元の有権者の方は、はい、河合さんを選んだということですけれども、はいはい、まずその有権者の方に一言お願いいたします。はいはい、私を信頼をしていただき、一票一票を投じていただいた皆様方の信頼を今こうしてなかなか自分の言葉でも、また皆様の信頼をにお答えをするための言葉を紡ぐことができない状態にございます。捜査の妨げになるようなことをすることが今できないことを大変心苦しく思っております。本当に有権者の皆様、ご支持いただいた皆様方には、ご心配をおかけをして誠に申し訳なく思っております。申し訳ございません。河合さん、すみません、疑いが生じてから国会へも登院されてなかったと思いますけれども、はい、これまで何をされていたんでしょうか。出陣式の際にも、地元のメディアの皆様には申し上げたんですけれども、私は適応障害という、疾病を抱えておりまして、その悪化がの兆候が見られましたので、療養しておりました。今回家宅捜索が入った、はい、ということですけれども、はい、自民党を離党する考え、もしくは、はい、議員を辞職する考えなどございますでしょうか。皆様方には本当にご心配をおかけをして誠に申し訳なく思っておりますけれども、今そのような考えはございません。とにかくしっかりと事実を明らかにしていくために、捜査機関に協力をしてまいる所存でございます。各社さん、どうぞ。河合さん、朝日新聞の木原ですけど、ゆっくり答えていただいて大丈夫ですけど、去年 の、 その週刊誌の報道があってから調査をされるということを言われてたと思います、はいはい、その調査状況は今いかがなんでしょうか。はい、確かに私どもの、中で私的に調査をいたしてまいりました。事務所としても調査をしてまいりましたけれども、告発がなされたために、現在その、調査の状況については、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。誠に申し訳ありません。あと先ほど捜査に対して協力される、はい、ということでしたけれども、はい、現状でその法外な報酬を出したか否かについてはどういう認識でいらっしゃいますか。はい、
そのことにつきましても、これは参議院選挙に関わることでございます。刑事事件 の、 一環の問題として、捜査機関による捜査にすべてお委ねをして、調べていただき、また判断をしていただきたいと思っております。根も葉もないことなんですか？そのことにつきましてもしっかりと捜査機関で捜査をしていただくということでございます。兄さん、あるしですけど、はい、どうなんでしょう。例えば週刊文春を訴えようというつもりはあるんですか？はい、もちろんいろいろ申し上げたいこと、また私自身いろいろと調べて、まあ、中途半端な状況ですけれども把握している事実もございますが、しかし捜査機関による厳正な捜査、そして公明正大な捜査というのが一番であると私は考えております。まずは捜査機関にすべてお委ねをするということでございます。じゃあ身の振り方についても何らかの刑事処分の区切りが出るまでは言わないですか？はい、はい、とにかく今は捜査に支障がないように全面的に協力をしていきたいと考えております。関西、すみません、産経新聞です。はい、本日午前中に家宅捜索に入りました。その上でこの時間帯にこのような対応になった、はい、この理由と、あと一票を投じてくださって皆様方に申し訳ないとおっしゃいましたが、それならばまず有権者のいらっしゃるとご地元でこのような説明をするのが筋、じゃないかと思うんですけど、その点はいかがでしょうか？家宅捜索の状況につきましても、いつ入ってまたいつ終わったかということについてもなかなか把握することが難しい状況でございました。で、少なくとも今はその刑事事件というふうになってございますので、捜査に支障がないように本当に心苦しい限りではございますけれども、なかなか皆様に申し上げられないことがある、その点はご容赦願いたいと存じます。今回 の、 家宅捜索ですけれども、どのような容疑で入られたかというのは聞いていらっしゃいますか？私は直接にはそのようなものをまだ拝見しておりません。はい、いわゆるその不具合の話なのか、はい、買収の話なのかというところは、はい、報告は受けてないんでしょうか？全く、はい、存じておりません。このような状態で議員活動は続けになることはできるとお考えですか？私は体調を勘案しながらできる限りこの国家のために働いてまいりたいというふうに考えております。通常国会からは出席されるということでよろしいですか？体調を見ながらですけれども、そのようなつもりでおります。確認ですけど、買収はされてないという状態でよろしいですか？そのことにつきましてもただいま捜査中でございますので、なかなかはっきりと申し上げることができないことをお許しいただきたく存じます。この件については選挙の時に、公認をもらったりした党本部の幹部、もしくは首相官房長官、そういったところに報告や説明はなさってますか？いえ、特には直接にはご説明を申し上げてはおりません。川合さん、今は適応障害ということでしたけれども、はいはい、通院の状況とか、まあ、今後これまでも含めて入院されていたか否かとか、健康状態についてはいかがですか？そうですね、私は適応障害にかかりましても今年に入って8年ほどになります。今昨年頃から、回復期に入ったというふうに医師そして臨床心理士の先生方から言っていただいております。これからも加療を続けながら、螺旋階段を上るような状態でしかなかなかこの疾病というのは回復しないわけですけれども、
借りを続けながら政治活動を続けてまいりたいと思っております。現在も通院を定期的にされている？はい、そうです。通院はどの程度の頻度で？これは本当に、プライベートなことなのでなかなか申し上げるのも荷が重いことではありますが、投薬治療を月に1回、そして、臨床心理士によりカウンセリングを週に3回ほど受けております。それ以外はとにかく今この疾病といいますのは本来でしたらその3ヶ月、6ヶ月というふうに、休みを取りながら、回復をさせていただくべきものではありますけれども、これまで私はそのような治療を続けてはおりませんでした。社会的な活動を続けながら、治療を続けております。これからもそのようにしていきたいと思っています。小林さん、これまでですね、疑惑が出てから、説明する機会あったかと思うんですけれども、今日こうして一方的にですね、30分前に連絡が来て、急遽こうして外でですね、行うという形になりました。これで真摯な説明ができているというふうにお考えでしょうか？本当に皆様にはこうして急なご案内、そしてまた大変寒い中、夜遅くにお集まりをいただき、誠に申し訳なく思っております。しかしながらこれまで、説明をさせていただくべきところだったんですけれども刑事告発を受けたためにそれが叶わなかった、大変心苦しく思っているということで、ぜひご容赦いただきたく存じます。今日出てこられてですね、捜査の状況についてはコメント差し控えるとおっしゃってますけれども、はい、何のために今日ここ改めて出てこられたんですか？私は公人でございますので、できる限り皆様の前に出て、説明をさせていただきたいということは当初から考えておりました。しかしながらこれは刑事事件に、発展する、また告発を受ける事案でございましたので、なかなかそれが叶わなかったわけでございます。で、今回捜査が入ったということで、大変地元の皆様方が、ご不安に感じていらっしゃるかと存じましたので、今日こうして、お話しする機会をいただいた次第でございます。説明もないままにずっと国会も休まれてましたけれども、その間の給与ないし、歳費ですね、返還するお考えありますか？大変申し上げにくいですけれども、私は、病気療養をしておりました。で、皆様本当に健康でいらっしゃるのが一番かと思うんですけれども、国会議員の中にももちろん病気になられる方はおられるわけでございます。で、そのような方々がいらっしゃる中で、そうした決断をするというのはちょっと難しいかなと思っております。確認ですけれども、広島地検の任意の聴取などは受けられているんでしょうか？はい、いえ、まだ受けておりません。今後立件された場合、ご自身か関係者の方、陣営の関係者の方、その場合、議員辞職なりその進退をどうされるかというつもりは心づもりあるんですか？それもまだ先が見えないことでございますので、まずは、捜査の妨げにならないように、
捜査に全面的に協力をしていくということしか今は申し上げることができません。誠に申し訳ありません。返納のご判断が難しいとのことですが、現時点でその国会議員としての職務を果たされているというふうにお考えでしょうか。まあ、できる限りのことは、まあ、休養中の中でも行ってはまいりましたけれども、これからまた皆様の信頼をしっかりと取り戻すために全力を尽くしてまいりたいと考えております。今日釈明するにあたってですね、派閥の会長である二階幹事長や擁立に尽力された官房長官などにご説明はされたんでしょうか。はい、まだ特段の説明はさせていただいておりません。で今日の会見というのは、はい、先生ご自身で判断されて今やられているということですか。はい、そうです。河合さん、一緒に今日家宅捜索を受けられたご主人は、疑惑が出たときは法務大臣という一番地方を法律を守らなきゃいけない立場でしたけれども、はい、そのご主人を巻き込んでしまったということに関してはどういうふうにお考えでしょうか。本当に私の選挙によって主人だけではなくて、その主人を支えてくださる支持者の皆様や、またこの内閣の構成されている先生方には大変なご迷惑をおかけをしてしまったことを痛恨の極みに感じています。改めてそれともう一つの国民の方々に対して、はい、その法務大臣の、奥さんという立場で、こういう疑惑に巻き込まれたということに関して説明をしていただけますでしょうか。法務大臣の妻というよりも私どもは、夫婦ではありますけれども、政治的には別人格でございます。これは政治家河合案里として、これからも、捜査に対して全面的に協力をして、そして真実を明らかにするためにすべての、力を捜査機関に協力を申し上げていきたいと思っています。今回の疑惑には克行さんは関わっているんでしょうか。私の知る限りではこれは私の選挙でございますので、私の問題であるというふうに判断をしております。関係ないのであればですね、ご主人だけでも先に説明することができたと思いますけれども、そのあたりはどのようにお考えですか。それは主人に聞いていただいた方がよろしいかと存じます。国会議員を辞職するお考えはないということですけれども、はい、ご説明を求めてもですね、調査中ですとか、以前にも説明する機会はあったと思うんですけれども、ご病気だったり、そういう説明をなされてない状況ですけれども、国会議員を続けられるというのはどのような思いで続けられるんでしょう。日本を変えたいからです。どのようにこれから取り組んでいかれるお考えでしょうか。それはこれからの活動の中で皆様のご信頼を取り戻していく行動によって、皆様方の信頼をまた得られるように努力をしていきたいと思っています。政治家として日本を変えるんであれば、法律に違反するっていうのはもってのほかだと思うんですけれども、改めて、今回の件で違法性はなかったんでしょうか。それも私はまだ十分把握をしておりません。それを明らかにするためにも捜査機関の捜査に全面的に協力をしてまいりたいと思っています。通常国会で説明を求められれば説明されますか。事件について
通常国会の始まりますけれども、はい、国会の中で説明をしてご本人の説明をする機会が与えられたら説明をされるごとつもりでしょうか。国会の中でどのような機会、あのいろんなあの、例えば参考人とかそういうことで呼ばれた場合ですね。参考人ですか。まずは捜査機関の捜査に、全面的に協力をして、事実を洗いざらい解明をしていただきたいと思っています。そうすると国会はそのよりも捜査が優先というか、国会で説明する論が今のところないということでよろしいんですか。捜査機関の厳正な捜査が最も客観的であると私は考えております。はい、いや、すいません、そろそろよろしくお願いします。あ、すいません、最後いいですか。はい、先ほど政治家としては別人格ということですけれどおっしゃってましたけれども、そもそも疑惑が出てきたのは一つの選挙で出てきたものなので、そもそも二人揃って同じ場所で会見をするべきだったんじゃないでしょうか。政治家として別人格でございますし、私はこの問題は私に責任があると感じていますので、こうして別々の機会を設けさせていただきました。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。皆様どうも本当にこのような寒い中で申し訳ございません。アニさんも日本を変えたいとおっしゃってたから嬉しいです。最後ですね、2ヶ月半経っても未だ説明ができない時点で、すいません、一応こちらのコメント出させていただきますんで、すいませんが、すいません、こちらすいません、皆さんコメント出させていただきますんで、でこれ番記者さんすいませんが配っていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、じゃあすいません、よろしくどうもありがとうございました。サビの柄でございます。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。